もう始まったよ、レコーディング。あ、皆さん、お顔見ててください。今入ってる皆さん。はい。なんか、さっきの松潤と全然違う。イエイ、イエイ。裏返しじゃなくなりましたね。うん。お、三浦しゅうちゃんも。しゅうちゃん。はい、もう少ししたら始まりますのでもう少々お待ちください。で、伊藤先生のお話の時に、一度ミュートをさせていただきますので、その後笑いヨガの時は皆さんそれぞれにミュート解除してご参加ください。で、万が一あの生活音がちょっとね厳しいなっていう方はこちらのホストの方でミュートさせていただくことがあるかもしれませんけども、その辺はご了承ください。バッチリですね。ですね。さあ皆さんさようなら。おい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 、司会のみゆきちゃんがいなくなってどうする。はい、なんかみんなフェイスブックで見てくださってるのかな、ドーンと100人になっちゃうかと思ったけど大丈夫ですね。ね、 ID がどこで入っていいかわかんない人とかいるかもしれないですね。あ、そっか。そしたら誰かがフェイスブックで呼びかけます。ビデオの開始、ID アワーアップしてしまってます。全然 OK です。もうここまで来たら。何か音が響いてかけます。あ、ビデオの開始。ビデオの開始。じゃあいいでしょうか。そろそろ、はい。はい。いいかな。では。ドン、ドン。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ドーミー話題の日8月8日ご参加いただきましてありがとうございます。イエーイ、イエーイ。私は、日本話題ヨガ協会じゃなかった、間違った。北海道支部やってもいいんじゃないかいの、招致をしておりますベタミューと言います。よろしくお願いします。お期待をさせていただきます。はい、道民笑いの日なんと5年目になりました。最初は、ね、開催ができないかと思ってたんですけど、実はあの桜井秀夫さんと平先生のおかげでこういうズームの開催になりました。ありがとうございます。はい、では最初に、笑ってもいいんじゃないかいの、代表にいらっしゃいます庄司町の伊藤和勝さんのお話から始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では伊藤先生のマイクオンにしてください。伊藤先生のマイクミュート、ミュート外してください。はい、はい、これでいいですね。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。
私は北海道笑ってもいいんじゃないか日本笑い学会北海道支部の伊藤和介と言います。今日は8月8日道民笑いの日のオンライン笑いヨガに参加いただきましてありがとうございます。先ほど上田美由紀さんも言いました通り道民笑いの日5年目なんですけども今年は新型コロナで、北海道大笑いコンテスト中止かなと残念に思ってましたら皆さんのおかげで企画していただきました。また8月8日道民笑いの日を江田浩先生が全国の笑いの日に広げていただけるということでとっても夢のようで喜んでおります。皆さんと一緒に今日オンラインで笑いヨガをしてですね笑って楽しんでぜひ免疫力を増やしていきたいと思ってますんでよろしくお願いします。8月8日道民笑いの日を江田浩先生が全国の笑いの日に最初に私が北海道笑ってもいいんじゃないかいの生い立ちとそれから8月道民の笑いの日について10分ぐらいスライドを作って、お話ししますんでよろしくお願いします。ではスライドお願いします。8月8日は道民笑いの日都道府県で初めて北海道が5年前に、制定してくれました。私たちの会は平成8年8月8日午後8時8分8秒にカウントダウンしまして母さんちなんで北海道を笑ってもいいんじゃないかいとして立ち上げました。次お願いします。ちょうどその頃ですね日本人は働きすぎるということで国民の祝日を増やそうっていう、機運が盛り上がっていました。それでちょうど東京の日比谷公会堂でですね8月8日を笑いの日にしようっていうそういう催しをやってました。そことオンラインしてですね私たちの会は立ち上げました。はい、次お願いします。あれから20年目よく続いたものです。次お願いします。そうしますと平成28年8月8日都道府県で初めて北海道がですねあその前ちょっとあごめんなさいあごめんなさいごめんその前もう一回はいすいません、はい、北海道が道民笑いの日を制定してくれました、先ほどカデル27っていうところでですね650人ぐらい、まあ、前の高橋知事とタカ&トシなんかと一緒にですね、これは制定記念の式場です。はい、次お願いします。そんな経緯で8月8日は道民笑いの日になりました。はい、次お願いします。どうして北海道が8月8日を道民笑いの日に制定したのかって言いますとこれから超高齢化社会なんで健康寿命を延ばすことがとっても大切だっていうことでそこで笑いの持つ力に目をつけました。楽天的でよく笑う人は楽しい人生を送り健康寿命が長いっていうことも証明されていることも大きな力になりました。はい、次お願いします。その時からですね、恒例の道民笑いの日制定の北海道大笑いコンテスト札幌ビール園でこのように開催毎年開催してきました。はい、次お願いします。こんなに皆さんが仮装したりいろいろしてコンテストを行いました。はい、次お願いします。次、はい、同時にですね道民笑いの日を祝って笑いヨガのメンバーもたくさんいらっしゃいますんでその人も8月8日にですね、
このように笑いヨガの大会をやって、その後大笑いコンテストに行くということです。今年は実は新型コロナさえなければ札幌でマラソンの競技があって、午前中それマラソンの競技を応援して、その後札幌ビューティーに行く予定だったんですけど、残念ながらそれができなかったんで、それでも今日オンラインでこういうふうにできるんで、とても喜んでます。次お願いします。新型コロナで大変な今こそですね、笑いの力で楽しくいきたいと、そういうふうに思っています。これからオンラインで全国の皆さん、8月8日笑いの日を笑いヨガでお祝いしましょう。よろしくお願いします。以上です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあ司会のみゆきちゃんにスポットいきます。はい、みゆきちゃん解除、自分で解除、はい、はい、できましたか。なってますね。はい、はい、ではでは皆さん、笑いヨガをしていく前に、大東先生にお話をしていただくんですが、その前にちょっと笑いたいと思います。深呼吸笑いしましょう。ゆっくり鼻から息を吸って、胸いっぱい吸ったら吐きます。はい、もう一回吸って、いっぱい吸ったら、さあ次はハハハハハと笑うように息を吐いていきましょう。はい、一回吸って、吸って吸って、胸いっぱい吸ったら笑いまーす。手も振って。はい、楽ちんな感じです。はい、では枝広先生お話よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、ちょっとさっき、ちょっと顔がでっかく、顔一回でっかく。これ愛媛なんです。私の職場からね、見える山ですね。もう山があって、海があってという、四国の愛媛県というところに、住んでおります。家はね、新居浜ってとこなんですけど、職場はその隣の四国中央市というところに住んでおります。では、ちょっとね、笑いの力について、ちょっと説明したいと思うんでございますけれども、これもね、新居浜市にある東洋のマチュピチュという東なるなんですね。住友別紙銅山があったところでね、今も銅山ある、銅山自身は今は廃校になってるんですけど、その建物がなんかこうマチュピチュみたいな感じでね、いいんじゃないかなということで。笑いについてはね、本当笑い学会の初代会長の井上先生がね、4つの作用があるんだと。やっぱり笑顔のところに人が集まってくるし、一緒にこう笑顔を共有すると仲良くなる親和作用、そして、病気をこう笑い流してくれる浄化作用、そしてなんか気持ちがこうなんかこう全然こう 前に進まない時でもわははと笑うとなんかこう前向きになる、なんかそういう解放作用があるって言われてるんですね。今日はですね、健康効果、楽しく笑うとどんなことが起こるか、自律神経のバランスが良くなります。そしてストレスが発散されて痛みが軽くなったり、免疫力が良くなります。で、免疫力がまあ良くなるというのも、ただただ免疫力上げすぎちゃうと今度ね、自分の体攻撃しちゃうので、程よいところに落ち着かせる働きがあると言われてるんですね。そして気分を改善する働きがあります。でもその中でもう今一番大事なやっぱりストレスですね。もうこれからもうコロナストレス、もう一体いつまで続くんだろう、収入はどうなるんだろう、この先どうなるのみたいなね、出かけたいけど出かけれないっていう中でやっぱりだんだんストレスが溜まってくるので、ストレスをやっぱり発散してほしいんです。で、ストレスというのはね、まあ、全部が全部悪いわけじゃないんですね。ストレスがかかると必ず皆さんそれぞれストレス反応っていうのが起こります。心で言うとね、ちょっとイライラしやすかったり怒りっぽかったりね、音がうるさく感じたりとか、あとね、冷え性になったり、こうだるさが出たりね、あと行動の異常だとちょっとこう怒鳴ったりとか、やけ買いしたりやけ食いしたりとか、
こういったストレス反応ってのは起こるんだけど、これをもう、早めに気づいてストレスも取っておけば問題はないんですけど、このままほったらかすとやっぱりメンタルの不調、体の病気で問題行動を起こしちゃうんですね。借金作ってしまったりしてね、じゃあこれ右に進ませない時にはどうしたらいいかというと、やっぱりね、サポートがあるかないか大事なんですね。疲れて帰ってきた時に家族がいてね、どうしたの、なんか顔色悪いよとかね、あるいはこう仲間がおいどうしたんだって、うん、なかったら外に乗るよとかね、あごめんちょっと助けてよとか、なんかこうサポート体制があるとこれは右に進まないんですね。そしてもう一つ大事なのがこれです。ストレス体制ね。あいつ結構ストレスかかってるけど強いよなっていう人は、こっちストレスに強い性格を持ってるんですね。どんな人がストレスに強いかというと、じゃん、やっぱりね、経験のある人ね。経験がある人は、うん、前にもあったから、うん、大丈夫だとか、で何かあった時にね、ちゃんと人にね聞けること、割とね、なかなか聞ける人いないんですよね。自分で頑張っちゃう。で、ごめん、ちょっと俺これ苦手だから助けて、お願いって、助けをこう早めに出せる人。で、やっぱり体を休めたり、やっぱり、ね、ストレスかかるとね、体の中のあのタンパク質とかね、相手も使っちゃいますから、栄養をしっかりとっておくんですね。で、どうしものときは諦めれることができる。そしてもう一つは何かというと、じゃーん、これでございます。笑うことでございますね。これ私ね、メガネを撮った写真を急遽撮ったのでね、急いで撮ったのでね、左の鼻毛が伸びたままなんですね。はい、笑うこと、ユーモア大事ですね。でね、ユーモア、そうそう、笑うとね、ストレスっていうのが減るっていうのは、これいろんな実験で分かってますね。最近はコルチゾール、唾液中のコルチゾールというストレス物質を調べる研究が多いです。もうほぼ全て、コルチゾールは下がると言われてますね。笑うだけでも、ストレス物質が下がるということ。ただね、ユーモアセンスっていうのがよくわからない、ね。で、大きく分けるとね、ユーモアセンスって2つあるんですね。気づけるユーモア。なんか面白いことを見つけてこれるユーモア。もう一つは、面白くない状況なんだけど、そこを笑うんですね。それを笑って乗り切るという。これをコーピングユーモア。傷口を塞ぐっていう意味なんですけども、気づきのユーモアとしては、例えばね、新聞広告のね、ミスプリとか見つけて笑うとかね、例えば、広い庭が素敵です。築5分、駅から5年。どうなんだよって。そんな家に住めねえぞとかね、短期アルバイト募集。出入りでもするのか。液晶モニターが大特価。どんなのが大特価なんだろう。24インチキ液晶。これは安いはずですね。この子高校受からないだろうな。高校受かりますよね。あとね、子供のね、回答書なんか面白いですね。これ、自給自足と書かせたいんですけども、自給自足と書かずに時給1000円。残り時間がなくなり、これ焦ってるんでしょうけど、この子の答え、アウト。勢いがあっていいですけどね。お母さん、おばあさんと書かせたいところ、おかまさん、おばまさん。次の文を読んで、あなたの思ったことを書け。父ちゃんは駅のホームで裸のままお札を差し出した。父ちゃんは変態かもしれない。ね、次の慣用句の意味を答えよ。大は小を兼ねる。大便をするときは一緒に小便も出る。大正解。生理学的には大正解なんですね。有機物をたくさん思いつくだけ書け。ね、有機物言う。これも賢いですね。次の文を過去の文にしろ。I live in Tokyo。ね。I live in 江戸。お上手です。ね、こういうの見つけてきて、こんな面白いことあったよって気づけるユーモアと、もう一つはね、自分の辛い状況を、それを笑いに置き換えれる力を持ってる人ですね。実は日本人って案外ね、こういう能力持ってるんですね。それは何かっていうとね、川柳なんですね。これドイツのね、ユーモアの定義ってね、ユーモアは何かっていうとね、にもかかわらず笑うことね。楽しい時、嬉しい時笑うのは当然だと、何かこう困った時とか窮地に陥った時に笑うことこそがユーモアだぜっていう、あ、さすがドイツ人偉いなって感じでね。日本人はね、実は川柳ね、五七五に置き換えると、割とそこにこう客観性を生んで、自分の今の辛さと距離を置いて、そこに笑いを生み出す力があるんですね。年老いてしまったにもかかわらず笑う、シルバー川柳素晴らしいですね。
LED 使い切るまでない命誕生日ろうそく消して立ちくらみね、おじいちゃんの誕生日80何本ぐらいバーッとやっておじいちゃんがふーっとやって血圧が下がってカターンとなっちゃってでも危ない状況なんですよ、ね、医学的に見ると危ない状況だけど、まあ、こう五七五に置き換えると笑いですね。万歩計歩数伸びるが距離伸びずもうすごい距離は動かないですね。あんして昔ラブラブ今介護、ね、目覚ましのベルはまだかと起きて待つ物忘れこのまま忘れたい、まあユーモアのある人っていうのはいろんな目線を持てる人ね。喜劇をチャップリンがよく言う言葉でね、クローズアップで見ると喜劇だけどロングショットちょっと離れた目で見るとそれは喜劇になるんだ。よし、枝広先生ミュートになっちゃってるのでもう一回外してもらっていいですか。ごめんなさい、なんかミュートになっちゃってました。わかりました。あ、はい、では何かにあのミュート外して一緒に笑って聞いてください。はい、はい、ではあ、まずごめんなさい、まはい、では一番最初から始めたいと思います。私はあ四国でありますのでそこまでやらなくてね、まあ、最近ストレスに強いからみんなね今頑張ろうと思ってるけどポキッと折れちゃうかもしれない。折れないためにはどうしたらいいかね。やっぱりね、いつかなんとかなるだろうという楽観性を持っている人強いですね。で、やっぱりこう、毎日ちょっとずつだけど、少しずつ昨日よりも賢くなったなって成長を見れること。そして自分の力を過小評価しない人。ね。そして最後、これが大事なんです。感情をコントロールできる人っていうのは逆境に強いんですね。感情をコントロールする。ね。さあ、ここから笑いヨガにつながってきますよ。ね。これ笑が。ね。でもね、ユーモアはやっぱりね、日頃鍛えてないとね、難しいし、笑いたいけど、なんか腹から笑える機会ってそうそうないじゃないかと、よく言われるんですね。じゃあどうしたらいいか。普段は楽しい、嬉しい、愉快だからね、面白いから笑っている。うん、これはね、感情が動くことによって笑うという行動がね、つくわけですね。実はこのね、感情と行動っていうのは、お互いが影響を与え合ってるんですね。うん、姿勢や行動をちょっと変えてみたらどうだろうか、ね、姿勢を動かすだけで実は感情って動きやすいということが分かってきました。例えばね、ローポーズとパワーポーズと言われてるやつ、こういううつむいたようなね、こういう表情であんまり前向きなこと考えられるんですね。上のね、ディスクの人なんかなんか暗い感じでしょ。これがね、ちょっとね、もうこんな感じでね、足なんか組んだりなんかして聞くとなんかこう前向きに、生きるわけですね。なんかね、こう、うつむいてね、頭下げてうつむいて、さあ今日一日なんか頑張ろうぜって思うよりも、胸を広げて、顎を上げて、手を広げて、ね、ちょっと上向きながら今日一日なんかしようかなと思うと、若干こう、気持ちが前向きになってくるんですね。で、この、笑うという行動を起こすことによって、感情をね、動かしていく。楽しい、面白い、愉快な感情にしていく。これがね、やっぱり大事なことなんですね。心の中、ね、感情の落ち込んだのを心の中でいろいろ考え方を変えていこうっていうのは実は相当難しいんですね。じゃあ行動を変えるのが一番簡単、動きを変えるのが簡単なんです。だから運動として笑ってみましょうね。こんなムスッとした時でも、ね、こんな顔じゃダメですね、表情筋を動かそう。ここはね、表情筋を動かすとね、表情筋が動くこと、いろんな表情筋が動くことによって脳がびっくりするわけですね。なんかね、面白いことが起こってんじゃないかなっていうような感じになるんです。で、作り笑いに興味もあるかってね、笑い学会の方が研究した人がいましてね、鏡の前でですね、30分笑うグループと、自分の顔を見て、ね。で、面白いビデオを見て本当に笑ってる群と、何もしなかった群と分けると、やっぱりね、活動性って何もしないと落ちてくるんだけど、楽しく笑ったグループと、自分の鏡の前で自分に笑顔を作っただけでも同じようにね、活動性戻るんですね。で、疲労感も同じような働きで、何よりもね、脳波が変わるんですね。楽しく笑ってると、アルファ波って言ってちょっとゆったりした脳波がね、増えてくるんですけれども、実は自分の鏡に笑顔を作って作り笑いしてても
このアルファ波っていうのが増えるんです。だから笑うだけで脳の中のその脳波が変わって少し前向きにあるいは創造的に行えるわけですね。ということは笑顔だけでもいいんだから、じゃあ作り笑いの発展系笑いヨガはどうだろうか、ね、どうです、笑いヨガは笑顔も作るしね、お腹の中からね腹あの腹筋も動かして笑いますから、これほども効果のあるものはないんでございますね。ですからね、うちの病院なんかでもね、あの笑いヨガやってますね。このね、行動を変えることによって感情を動かすというね。でね、病院もね、最初ね、看護師さんがやってたりしてたんだけれども、あの看護師さんが忙しいとね、あの何回かやらない日があったらね、もう患者さんたちがね、もう我慢できなくなって、もう自分たちでもう勝手にやってます、今。ラジオ体操が終わったらもう今から始まるよとか言ってね、勝手にリードして、まあこれコロナ前なのでね、マスクだけしてるんですけど、今フェイスガードをして、ソーシャルディスタンスをとって笑うときはちっちゃな声で笑いましょうってね声をあんまり出さずに表情だけで笑いましょうっていうふうに今やっています。まあそんな形でね、やっているわけでございます。一緒に笑えば一緒ね、もっと一緒に割れば一生もっと元気に、これジャパンのところは日本にいたしました、ね。はい、そういうことでございます。笑いヨガね、まあ、典型的な笑いヨガは多分後でねやられる方もおられるんで、私がこの、コロナ禍で、開発した笑いヨガをじゃあ皆さんやってみましょうかね、鼻からうどん笑い、ね、うどんの丼をね、左手に持ってくださいね。右手にお箸を持ちます。これをね3回イエーイエーイエーと食べたら、右の鼻の穴からうどんがニョロニョロニョロってこれをねブラブラして自分で食べたり人に食べさせたりしながら笑っていきますよ。では左手に丼を持って、右手にお箸持っていきます。はい、イエーええはい、今度はどんぶりを右手に持ち替えましょう。左手に、はい、イエーイエーイエーイ、左の鼻からはい、最後は丼を机の上に置いて両手で食べます。はい、両手で箸持って、はい、イエーイイエーイイエーイ、両方の鼻からハハ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 ハこれね、昔懐かしいね、ナハハハの千田光さんをね、踏まえてコロナ笑いってやってるんですね。息をしっかり吸って、コロナハハハハ、逆の足で、ね、コロナハハ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 ハ、みんなで出し合いながら笑っていったらいいんじゃないかなと思います。以上、四国からでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ちゃんはどこかな？どこかな？ラベンダーに囲まれています。リエちゃんが見つけられない。ラベンダーです。はい、ここだよ。あ、いたいたいた。はい、じゃあスポットライトします。はい。ありがとうございます。あ、一緒に笑ってもらっていいんですよね。はい、皆さんもあのミュートを外して一緒に笑っていただいていいです。はい、ぜひ。はい。はい、よろしくお願いします。はい。まあまあ、私はですね、ちょっと手話を勉強中なので、皆さんで手話をやりながら笑いたいと思います。はい、手話でありがとう笑いをしたいと思います。で、ありがとうは、はい、手を平らにして、その上にこう立てて、これをこう上げる。これがありがとうです。はい、でありがとうをしながら、画面、いろんな人の顔に向かいながら、ありがとうで、あはははは、と笑いたいと思います。そしてあのほほははも手話でやりたいので続けて説明先にしときますね。ほをあいうえおでほはこのヨットのほの形をします。そしてははハサミの形でハです。はい、でいいぞはいい鼻をね鼻高々でいいっていう表現なんですね。はい、でじゃ ありがとう笑いとこの手話のほほははを続けていきたいと思います。お願いします。せーの。あはは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 。ほほほはははほほほはははほほほはははは。イエーイ。顔の前、はい。いいぞ、いいぞ、いいぞ、イエーイ。もう一回。いいぞ。いいぞ。じゃあもうちょっとだけおまけつけます。北海道。北海道。北海道。本指で、はい、こう四角く書いて北海道の形します。北海道で、あはははは、いきましょう。せーの。北海道。北海道。北海道。はい、じゃあ今度日本いきます。親指と人差し指でこう細長く、これ日本の手話。日本、あはは、いきましょう。せーの、日本。日本。はい、日本。日本。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バトンタッチ誰かに。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。皆さんちょっと深呼吸をしましょう。なんかお好きな花の花でも持っていただいて。いい香りのするお花を持っていただいて、香りを吸います。吐きます。もう一回吸って、はい、いい香り。今度はお花を散らばめながら笑います。はい、じゃあ吸って。はい、ありがとうございます。では今度はですね、松潤さんお願いします。いたいたいた。あれ、え、この人松潤、
違う違う。ミュート外せない。いや、ミュート、松潤ミュート外してください。なんで、なんでこなっちゃったの？なんでかな。なんでか。大丈夫ですか？OK です。OK ですね。はい。はい、今ね、コロナでね、皆さん、カラオケ行きたくても昼からはダメ、夜からもダメ、夜中もダメ。それで、今日はですね、カラオケラフターでもう気持ちよくなっていただきたいと思います。ね、で、一つはね、ここに桶があります。この中には何も入ってません。カラオケです。全部うっぷんから何から笑ってもう詰めます。ね、カラオケ行けないんで、これでせいぜい我慢してください。それではね、このカラオケに笑って全部うっぷん払ってください。3、2、1、はい。でまずこのカラオケでスッキリしましたよね。昼からができなかった人もこのカラオケでもうスッキリしました。あとですね、この対策といえばあれですよ、うがいです。うがいね、ここにコップがありますんで、これでガラ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 って、もう全部吐き出します。そうするとね、すごい体にいいんでね、でそういうことでうがいラフターいきますね。はい、コップにもうすごいいいうがい薬入ってますんでね、それではもう飲んでください。3、2、1、はい。ガラ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 いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、いい方どうぞ。はい、松潤さんありがとうございました。今話題のうがい薬は笑いだったんですね。もちろん教えてあげないと。もう大阪知事もびっくりするぐらい。お願いします。はい、こんにちは。はい、帯広からね、ズームならではの、ラフターということでお届けしたいと思います。はい、まずね、皆さんズームの時カメラ見ますよね。カメラ、このカメラにちょっと近づいてみてもらっていいですか。こうやって、ね、この、カメラに近づいたり離れたりするズーム笑いをしてみたいと思います。じゃあ皆さん近づきながら笑ってくださいね。どうぞ。ありがとうございます。ね、子供に帰るっていうの、笑いを大事にしますよね。子供の時にブランコに乗りましたよね。ブランコ、ここではね、ブランコ笑いもしてみたいと思います。やっぱりね、ちょっと
ブランコに乗ったつもりで、綱ですかね、持っていただいて、鎖を持っていただいて、こうカメラに近づきながら笑ったり笑っていきたいと思います。ではブランコ笑いです、どうぞ。手作りの、おだんまくになってます。すごい。はい。素晴らしい。2017年からね、使ってます。すごい。では次はひでねーです。はい。はい、皆さんこんにちは、ひでねーです。はい。笑い学会で毎年札幌ビール園の方で大笑いコンテストをやっているんですけれども、実は私去年の優勝者なんですが私のところにあの優勝カップがありまして、あの本日伊藤先生のところにお返しに行く予定だったんですけど札幌ビール園なくなりましたので、もう1年お預かりさせていただきます、はい、ということでですね、あの去年このお笑いコンテストには、笑いヨガ美女軍団ということで上田美由紀ちゃんと出羽優子ちゃんと私と3人でガタが来たをやらせていただきました。なので今日もここであのガタが来たをやってみたいと思います。ちょっと見えるかな。ですね、膝立つか、ここの上、あ、どこに立ったらいい、ここに立つか、よいしょよいしょ、こうやってこんな風に膝でこんな風に揺らして、あの春が来たの替え歌になります。いきますよ。ガタが来た、ガタが来た、どこに来た、膝に来た、腰に来た、肩に来た。2番いきます。ガタが来た、ガタが来た、どこに来た、耳に来た、目にも来た、脳にも来た。皆さんの脳にガタ来てませんか、大丈夫ですか。はい、ということでこのねガタが来たで去年優勝させていただきました。イエーイ。じゃあね、皆さんでこの優勝を祝って乾杯笑いをしたいと思います。皆さんも手にお飲み物をお持ちください。いいですか、いきますよ、乾杯して笑います。乾杯。乾杯。ほうほうあはは、ほうほうあはは、ほうほうあはは、イエーイ、やったやった、イエーイ、いいんでないかい、いいんでないかい、イエーイ。ありがとうございました。あ、深呼吸した方が良かったかな。みゆきちゃんお願いします。
もう一回吸って吸って止めて笑いますではでは次は葛西りんさんお願いします。ジョイリンダンスの、ダンスの先生です。こんにちは、りんです。こんにちは。こんにちは。はい、札幌のりんです。自粛中にスマホ見たりパソコン見たり、皆さんね、背中丸くなってませんか？こう下向いて、でだんだん猫背になってる人が多いと思うので、今日はいないいないばあ笑いをしたいと思うんですけど、いないいないばあは普通こうやってやりますよね。私のいないいないばあは頭の上に手を乗せて、でまず姿勢まっすぐしていきます。はい、ここから肘をぎゅーっと前に持ってきて、で広げながら笑っていきます。この時肩甲骨がすごく動いてます。で広げ笑いながらうんと後ろに引いてくださいね。そうすると、ね、肩甲骨周りがとっても動くので猫背の予防につながっていきます。じゃあいきますよ、2回いきますね。はい、まずぎゅーっと縮めて縮めて、はい、開きながらもう1回いきましょう。はい、ぎゅーっとしてぎゅーっとして、はい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 。毎日お家にいて下半身も弱ってると思うので、今日はちょっとスクワット効果のあるおなら笑いをしていきたいと思います。おならです。はい、どうするかというと、まずお尻をぎゅーっと突き出す、お尻をぎゅっと突き出して膝も曲げていきます。その時におならを後ろにプーッと吹きかけるようにふーって言います。反対向いて、またふーもう一回ふーで、お尻の匂いを嗅いで膝を叩いて笑います。いきますよ、いいですか、準備バッチリ。はい、いきます、せーの、はい、ふーお花笑いをしたいと思います。ここに種も仕掛けもない袋があります。ここにみんなの笑いを集めたいと思います。蓋しました、チャックしました。ではみんなの笑いをはははは集めます。では皆さんいいですか、いきますよ、せーの、
笑いの力で笑顔のお花。おすごい。イエーイ。イエーイ。やらせてください。ハヒフヘの体操をしたいと思います。ヨイリズムからハヒフヘの体操です。手を伸ばしてキラキラキラっとしてハハ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 ヒヒ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 では行きますよ。ひどこでした？ひなんだっけ？はどこでした？深呼吸をしていこうと思います。この音聞こえます？いい音。はい。ではこの音を聞きながらゆったりと深呼吸、目を閉じて深呼吸をしていこうと思います。目を閉じて深い呼吸を続けていきます。
それでは目を開けてください。ありがとうございます。手をちょっとブラブラブラ、はい、肩も回して、はい、反対回し、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ですね。うん、はい、こちらありがとうございました。では皆さん、ここで1分笑いっていうのをしてみたいと思います。画面を皆さんギャラリービューにしているでしょうか。皆さん、はい、外します。画面ね、映せる人はどんどんこうずらしていきながらですね、皆さんのお顔を見て笑い合って静かに笑い合っていきたいと思います。コロナがね、早く収束するようにと、それからまた日常がね、いつものような感じに戻るようにと、皆さんの健康と世界の平和を祈って、そして来年は日本全国で笑いの日ができるように願いながら笑っていきたいと思います。では軽く息を吐いて、ふー、吸って、はい、笑いまーす。合言葉、一緒に笑えば一緒。伊藤先生、伊藤先生、いますか。そうです、そうです、はい、はい、いきますよ。一緒に笑えば一緒、もっと元気に北海道。一緒に笑えば一緒、もっと元気に北海道。続きますよ、はい、一緒に笑えば一緒、もっと元気にジャパン。一緒に笑えば一緒、もっと元気にジャパン。みんなの個性で合わなかったんで。いいですか。はい、ありがとうございます。はいはい。ありがとうございます。最後はまた伊藤先生の一本締め、笑い締めでいきたいと思います。はい、今日は本当に皆さんのおかげでこうやって8月8日道民笑いの日をこうやってオンラインで迎えることができました。伊藤博先生、四国から企画をいただいて参加していただいてありがとうございました。ありがとうございます。道民の笑いの日を全国に広めて
行ってほしいと、そういうふうに思っております。参加された皆さんも本当にありがとうございました。準備に奔走してくれた人も本当にありがとうございます。では最後に笑いの三本締めで本締めで終わるんですけども、最初にいいですか、ちょっと言いますよ。はっ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 はありがとうございました。ぜひ皆さんもコロナを糧にって言ったら怒られますけども、笑いの力で新生活を楽しくお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。枝広先生もありがとうございます。枝広先生ありがとうございました。また落ち着いたら遊びに行きますね。はい、待ってます。ありがとうござい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 ます。楽しかったです。ありがとうございま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 した。それではこれにて笑い学会、違った8月8日道民笑いの日のズーム笑いヨガを終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。4、3、2、1終了です。